サソリドロガメは、ドロガメかドロガメ族に分類されるカメ。ドロガメ族の模式種。模式標本の産地はスリナム。メキシココスタリカ、ニカラグア、パナマ、ホンジュラス最大高潮27センチメートルとドロガメ属最大種。廃坑は、ドーム状に盛り上がり高高は、高潮の36%以上。第一シーカ C パンは、第二エンカ円パンと接する。 第4、あばらパ板は第11円パ板と接しない。第10、11円パ板は高い位置にある。復興は大型で、蝶津貝は発達する。左右の復興板の継ぎ目の長さは、校長の21%以上。オスの生態は、尾の先端に大きな、棘状の鱗がある。種商名スコーピーズは、サソリのようなのイで、この棘状鱗が、 サソリの尾のように見えることに由来しは名や永名と同義。しかしオスの尾の先端に大型の鱗があるのは属内後半に見られる形態で本種固有の形態ではない。5から6亜種に分かれるとされる。地域変異や個体変異が大きく分類は混沌としている。本種の亜種とする説もある方赤泥亀は独立種とする説が有力。河川や湖床などに生息する。 寒気には、霊中で休眠する。食生は雑食で、魚類、両生類、昆虫類、甲殻類、藻類などを食べる。繁殖形態は卵生。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。種全体としては、流通量は少なくないものの、足分けされずに販売されていたり、種と混同されて、販売されることもある。アクアテラリウムで飼育される。 飼育下では人工飼料や乾燥飼料にもえずく。性質が荒く協調性に欠けるため、基本的に単独で飼育する。ありがとうございます。